木下ゆるかです。皆さん分かりますか？私ですね、引っ越しました。すいません、嘘です。あのですね、実はここ私の新しいスタジオ的な部屋なんですよ。ちょっとなんかもしかしたら今お部屋に物がなさすぎてちょっと声が反響してるかもしれないですね。これちょっと改善の余地あるですね。何もなくてちょっと殺風景なんですけど倒れてるまあ今日は普通にね、なんかソファーちょっと寄ってない今日は普通にねご飯作りたいと思います。で今日はですね、私トッポッキを作ろうと思って、ちょっとなんか発音間違ってる、大丈夫かな、難しいんですよね。トッポッキを作ろうと思います。私今までトッポギトッポギって言ったんですけど、もしかしたら発音違うかなと思って調べたらトッポッキがちょっと正しいみたいなので、ちょっとトッポッキ作ります。はい、じゃあ作っていきたいと思います。声がなんか反響するなこのトッポギを使います。 Amazon で買いました。トッポギはくっついてたらバラしておきます。さつま揚げと牛肉は食べやすい大きさに切っておきます。ネギは斜めに切ります。半熟卵を10個作ります。卵はね、ここに針でちっちゃい穴を開けて作るとうまく殻が抜けます。半熟卵の茹で時間は9分です。フライパンに調味料を入れます。韓国のお出汁で出汁だと言います。牛肉の出汁のもとと書いています。ない場合は鶏ガラスープとかでもいいみたいです。わさビーフのわさびが入ってない匂いがします。コチュジャン、チューブが1本なくなっちゃいました。お醤油、水飴か砂糖、私はね、蜂蜜好きなんで蜂蜜入れます。ニンニク、お水、よく溶いてトッポッキ、こちらを1キロ入れます。牛肉、さつま揚げ、おネギ、ちょっとお肉が少ないかなと思ったんでウインナーも入れます。とろみがつくまで煮ます。10分から15分くらい煮込みます。卵は5個だけ半分に切ります。まあまあいい感じの半熟ですね。はい、牛肉のいい香りがします。そしていつもの器に盛ります。でさっき切ったゆで卵を盛り付けて、中心は切ってない卵を乗せます。これは食べながら割ります。そして大好きなチーズを乗せます。わー、あー、せっかく綺麗に盛り付けたけど。はい、モッツァレラチーズを 300g、 1袋ですね。色付けのためにパセリをかけてみます。じゃん、完成です。こちらもね、美味しそうでしょ。キンパです。トッポキ大好きなんですよね。で今回ね、韓国の巻き寿司キンパっていうのもね売ってたのでちょっと買ってきました。 4.9kg なんで器の重さを引いて 4kg です。いただきます。トッポキ美味しいですよね。お餅が大好き、大好きなんですよね。チーズを、チーズがチーズ絡めます。めっちゃ美味しそうです。蜂蜜をね、めっちゃ入れたからすごく甘みがあるんですよ。コチュジャンのね、辛さって私結構好きなんですよね。コチュジャンって味噌なんですよね。だからちょっと甘みも入ってるんですよね、辛さの中に。やっぱり牛肉の出汁がね、トッポギにはすごくよく合いますね。おお、チーズやばいです。ソーセージも入ってます。うん、パリッとしてていいですね。卵を割ってみましょう。おおお、いいですね、いいですねうん、めっちゃ美味しい。なんかいろいろさ、食べられていいね、トッポッキって野菜も入ってるし、お肉も入ってるし、さつま揚げも入ってるから魚も取れるしね。これは牛肉ですね。お肉、お肉うん、最高。すごい。もちもちだし、キンパも食べてみます。牛肉、きゅうり、ちくわ、なんかいろいろ入ってますね。多分巻いてる海苔は韓国海苔です。うん、うん、牛肉はね、焼肉のタレみたいなので味付けしてあって、ごま油がね、効いてますね。ちょっとピリッとやっぱり辛い。
ちゃ美味しくて幸せです。これね、私自分でやって漬けしたじゃないですか、甘めにね。だからね、今まで食べたねトッポッキの中ね、実は一番美味しいです。まあ私好みに味付けしてるからですね。チーズが牛肉に絡んでいます。トッポッキに牛肉が入ってるの知らんくって、でトッポッキのさ説明書を見たら買い取ったけ牛肉入れるってね、入れたんやけど、牛肉絶対美味しいですね。だしがまず牛肉のだしやもんね。だしたっていうね、あれはでも美味しいと思います。あのだしは日本でも売ればいいのにとかちょっと思いますね。あるかな、ビーフのコンソメがそんな感じかな。あーそっか。やっぱりちょっと辛いものが入っとると熱くなってきますね。卵いいですね。チーズってね、ほんとよく合いますよね。もちもちとチーズのね、相性はめっちゃいいですね。最後のトッポッキでーす。こっちはそこです。あー、トッポッキとキンパね、とっても美味しかったですね。しかもさ、自分の味付けの時だけ甘めに作ってもらっても、なんかやっぱりちょっと食べよったらひいて辛くなるような辛さなんですよ、大体。でも自分で作ったけもうめっちゃ甘かったし、よかったですね。やっぱり自分で作るとね、いいですよね、なんでもね、なんでも入れられるけいいですよね。なんかお鍋に近いですよね。いやでも味付けがちょっと甘辛い味付けやけ、またお鍋とはちょっと違うかなと思います。はい。トッポッキってね、結構ね便利な食材なんですよね。火が通るの結構早いし、とっても美味しかったので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。あ、でこの新しいねお部屋はね、これからねいい感じにしていこうと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。で本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバイ。